高松学用高等学校高橋啓介さんと岡山県生島高等学校藤井亮太さんが加わります。岡山県生島高等学校藤井亮太さんと
実は工場の工場学校で私の行動を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 
双葉未来学園高等学校広川つくみさんの授業課年九州国産大学附属高等学校市橋力さんが2対1で勝ちました。Yeah!
相手のね、